全国の皆さん、そして銀券支部愛好家の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は西日本正倉銀糸会の八代高校士と申します。このところ全国の銀券支部同家の皆様によります、コロナに負けない、負けるなといった SNS を活用した銀券支部の動画が数多く配信されております。そこで私どももコロナ収束を願い、心に響く銀影を目指して銀影リレーと題してお届けいたします。現在公益財団法人日本銀券支部振興会公認の正倉銀糸と呼ばれる銀影家は全国に48名、そのうちの18名が西日本正倉銀糸会に所属しております。ご覧の映像は昨年新加入の皆さんです。実は来る10月4日倉敷において第34回正倉銀糸銀影チャリティーリサイタルを開催予定でしたが、コロナウイルス感染拡大防止の観点から来年に延期を余儀なくされました。来年の日程が決まり次第、このチャンネルでご案内いたします。それではお待たせいたしました。第一走者の私は、大野敬三作「正倉銀糸」と題する詩を吟じます。正倉銀糸の心意気をお聞きいただきましょう。用意、スタート。しかも